カートランド類層は、地層の一つで、白秋後期に、北アメリカの内陸海岸に存在した、沿岸平原から流れ出た、河川由来の砂岩と泥岩と砂礫が堆積したもので、ある。フルートランド類層の上に堆積している。ニューメキシコ州産フアンとコロラド州で見ることができる。カートランド類層の基底部と最下部のサブユニットは、ハンターウォッシュ武装と呼ばれ、 7455万年前の地層である。ハンターウォッシュ武装の動物賞の化石はフルートランドルイ層上部と共通している。ハンターウォッシュ武装とその上に堆積するファーミントン武装の境界は約7400万年前と推測されている。ファーミントン武装の頂上とそれの上に堆積する デナジン武装底部の境界は放射線年代測定で7337万年前と見積もられている。ウィロー・ウォッシュの動物賞を含んでいるデナジン武装の頂上は7304万年前とされる。デナジン武装の上に堆積するナーショイビト武装はしばしばカートランド類装の一部と考えられるが、本来はその上に堆積するオホアラモ類装の一部だったものが入り込んだもので、 ある年、現在はカートランド類相とは区別する向きが強い。ありがとうございます。